明日の神話、明日の神話、明日の神話は、岡本太郎による巨大壁画で、第五福龍丸が被爆した、最の水爆の炸裂の瞬間がモチーフとなっている。悲惨な体験を乗り越え、再生する人々のたくましさを描いたとされる。秘書を務めた岡本敏子によれば、太郎の最大にして、最高傑作である。大阪万博のシンボルタワー、太陽の塔と太陽なす。 タロの代表作で1968年から翌年にかけて同時制作され、また共にタロによるパブリックアートの代表ともなった。メキシコで制作された本作は長年行方不明となっており、2003年に発見され修復を経て、2008年10月から東京都の渋谷マークシティの京王井の頭線、渋谷駅と JR 渋谷駅を結ぶ連絡通路。 道交通法の道路に高級設置されたアスベスト製の板に一部コンクリートを盛り付けてアクリル系塗料で描かれている。太郎による原爆をテーマとした作品には燃える人、瞬間、死の灰、そして明日の神話がある。1954年に日本の第五福竜丸がアメリカの水素実験で被爆した事件は広島。 長崎の原爆の恐怖を人々に蘇らせ、原水爆禁止世界大会につながった。1955年に原爆をモチーフとした構図の唇を切ったのは、太郎の戦後の代表作の一つ、燃える人であり、原爆が炸裂する瞬間を描いた激しい構図を持つ。第5回原水爆禁止世界大会記念美術展、日本人の記録は、広島の旭海館で開催され、太郎の 燃える人など日本の代表的な芸術家の作品が展示された。続いて、同年の瞬間も炸裂した瞬間を描いた。太郎は瞬間を通して原爆という事実は日本人すべてが引き継がなければならない問題だと考えた。他に1956年死の灰がある。こうした作品を通して太郎の水爆への思いは醸成されてきた。 パリで民族学を学んだ太郎にとって沖縄と東北の民族伝統や弥生時代以前の縄文時代の土器など無視されてきた日本の美学の歴史も目を向けるべきものであったメキシコで見られる骸骨のモチーフは有士以前の文化の存在の証拠であり明日の神話の中央に描かれることとなった太郎は1947年8月25日の読売新聞にて 新しい芸術宣言、絵画の価値転換を掲載し美術界に生々しい現職の存在をぶつけ、芸術館、アバンギャルド宣言、1950年を通して術は大衆のものであり、万人によって作られるものだとしてきており、1950年代、60年代を通して公共空間に作品を制作してきた。太郎によるパブリックアートとしての頂点は本作、 明日の神話壁画であり、太陽の塔であり、社会と芸術との従来の閉鎖的な関係を刷新する最高の表現手段である。本作、明日の神話は、核に焼かれる人間を描いている。秘書であった岡本敏子によれば、焼かれる骸骨は口を大きく開けて笑っており、人間の誇りとしての怒りを爆発させている姿だと、う。右に、第五福竜丸。 左に平安な世界で憩い合う人々が描かれている。パブロ・ピカソの反戦壁がゲルニカを彷彿とさせるものである。本作、明日の神話はメキシコオリンピックのためにメキシコ中心部に建築中だった当時ラテンアメリカ一の規模の44階建てホテルのために制作されたものである。ルフィの玉代との共作でも話題になっていた。 ホテルのオーナーで芸術家のパトロンとして知られるの依頼によって、この建設中のホテルでメヒコ、ホーテルダメキシコのロビーに置かれることになったものである。太郎は作品の意図について、中国新聞1968年1月27日付長官のインタビューにて、原爆が爆発し、世界は混乱するが、人間はその災い、運命を乗り越え未来を切り開いていく。 とった気持ちを表現したと答えている。この思想的背景となったものとして、1950年代頃から、太郎が愛読し、太郎の蔵書にも確認された世界的宗教学者で、あるミルチャイリアーデニオ著書、永遠回期の神話において展開されている思想と、通定していることが指摘されている。1967年7月、 大阪万博のプロデューサーとなった太郎は、カナダのカナダモントリオールの万博を視察し、テレビ映画、岡本太郎の探る中南米大陸の収録のため、メキシコを訪れた。ホテルの建設現場を訪れ、依頼を承諾した。ホテルに隣接して、メキシコ壁画の巨匠式エロスの展示会場を建設中でもあり、太郎の美術館も構想されていたという。また、太郎と、 死刑ロスが進行を持つことにもなった。1967年9月、太郎は制作の死体に着手し、青山のアトリエにて、キャンバスに油絵で最初に死体を描いた。9月に新たなキャンバスに大きく描き、10月にはもう少し大きく描き、翌年3月には最後に大きすぎて、東京丸の内国際ビルにて描き上げた。後に見つかったデッサンからの大は、 ほぼ変わっておらず、だんだんと大きく描いた死体によって、巨大な壁画へと至っていった。部分的には、微妙に異なる図柄がある。2006年秋には、白く塗りつぶされていた、油い死絵05、29185センチが発見され、2007年には30182センチの木炭で描かれたデッサンが発見されている。05画は、 富山県立近代美術館にて収蔵、展示されている。この10月、名古屋市美術館所蔵のものがメキシコにも持ち出されて、使用されていたものである。太陽の塔と同時制作で、太郎は何度もメキシコに赴き制作した。約30回現地を訪れたとされる。完成当時の副大は、広島と長崎とされた。重さで言えば14トンもある。 1969年9月に、明日の神話壁画が完成し、サインを入れて、依頼主に正式に引き渡すのだけの状態であったが、ホテルが完成せず連絡が途絶え、そのうち行方不明となっていた。1970年前後に倒産したのである。ホテルの大食堂のための壁画も依頼されており、姉妹作品、法上の神話とされていたが、その制作は中断された。 その下絵3点のうち一つは、東京渋谷における、岡本太郎生誕100年企画展にて2011年に初公開されたこともある。エントランスの車寄せに使う、ご大陸という作品も1967年に制作されている。岡本太郎の幼女であり、実際には人生のパートナーで秘書を務める岡本敏子は長らく、この絵を探索し続けていた。 太陽の塔と太陽なす作品であり、トシコ曰く、この壁画は太郎の最大にして最高傑作であり、一人でも多くに世界中の人々に見てほしいものであった。メキシコのホテルのための建築物は1994年にとして開業したが、1989年か90年までは建物の中に明日の神話壁画があったという。その後、屋根のある 資材置き場を転々としたとされ、2003年9月にメキシコの資材置き場で発見され、トシコがこの壁画に再開した時には、絵の具もほとんどそのまま残っていた。トシコは最後の仕事として古い立った。太郎の作品を含む手使河原総風のコレクションを修復していた吉村恵美留による修復をトシコが見る機会があり、それをきっかけにして、 太郎の作品の修復が旅た吉村に依頼されることとなったが、明日の神話の修復も彼女に依頼された。他の作品の修復の際にも、敏子に尋ねることで太郎の意向だけでなく、絵の具、材料、道具まで尋ねながら修復することができた。明日の神話発見から半年後に再び、メキシコを訪れると、屋根のないところに保管され、ひびが入り欠損もあり、あまりに痛みが進んでいた。 2004年10月、岡本太郎記念年代芸術振興財団などが再生プロジェクトを立ち上げた。2005年、メキシコにいた壁画を解体、梱包後、都市子が救世する。修復のため、100個以上に分かれた壁画の断片を日本に船で移送。2005年7月から、愛媛県東温市で吉村やみるらが作業を行い、2006年6月に完了、7月7日、 潮止め日テレプラザにて報道陣に公開された。壁画は翌日2006年7月8日から8月末まで東京潮止めの日本テレビで一般公開され2007年4月27日から2008年6月29日までの期間で東京都現代美術館にて特別公開された。展示後、壁画を所有する。 岡本太郎記念現代芸術振興財団は永久保存を望んでおり、太陽の塔がある大阪府水田市をはじめ、被爆地である広島市、長崎市の市民団体、及び東京都渋谷区がそれぞれ誘致運動を行った。NPO の渋谷、青山景観整備機構に招致プロジェクト実行委員会が設置され、管理は渋谷マークシティが行うとされた。 岡本太郎記念館館長の平野明信は、壁画はパブリックアートなので、鑑賞目的以外の人がたまたま作品に出会うような、適した場所だという感想を持っていた。2008年3月18日、財団は東京都渋谷区への高級設置を決め、同年10月17日、壁画の渋谷マークシティの連絡通路への取り付け作業が完了。同年11月17日に、 除幕式を経て、てより一般公開されている。この通路は道路交通法の道路であり、広告には使えず白い壁となっていたが、文化目的の芸術作品ということで設置が決まり、いざ設置してみるとそこが本作の設置が予定されていたかように、見た目ではわからないほどに、ほんのわずか斜めにしただけでぴったりと収まった。太郎は誰でも、 無償で芸術に触れることができるようにという考えのもと全国に70以上のパブリックアートを設置してきており本作も太郎によるパブリックアートの頂点であり本作の保全を行う明日の神話保全継承機構も明日の神話壁画を公の場に展示公開することで本作が訴えている思想を伝えることを主な目的の一部としている 太郎のメッセージを放つ作品が、人々の前から姿を消すのではなく、むしろ広く、一般に、そこを行き交う、多様な人々へと発されるのである。2011年5月1日、東日本大震災による福島第一原子力発電所事故を思わせる絵が描かれた、ベニヤ板が、明日の神話壁画の一角に貼り付けられているのが、見つかった。 ベニヤ板は同日中に警察により撤去されたが、壁画本体に損傷はなかった。通報は一般人によってなされ、岡本太郎記念館としては行動を起こしてはいなかった。5月18日、東京の若手美術家、グループチン、ポン、チムポムがベニヤ板を貼り付けたことを明らかにした。レベル7フィーチャーリング、明日の神話とされる作品である。グループによれば、 壁画左右の下部の空白は、21世紀の予言のための空白であった。メンバーのエリーは、太郎を超リスペクト、尊敬しているとし、時代が更新したことを付け加えたと語っていた。京都市立芸術大学長の竹畑哲も、ユーモラスな挑発行為だと意見し、明治学院大教授の山下雄二も、太郎が生きていたら面白がるだろうとの感想を述べた。その後、 チンポンからの申し出により、岡本太郎記念館の館長の平野明信は交流を持ち、同館からコラボレーションを持ちかけた展示会の終了後、レベル7フィーチャーリング、明日の神話は同館へ寄贈された。同館が太郎以外の作品を受けたのは初となった。チンポンの代表である宇木隆太は、通行人が空白となった部分に、福島を思い浮かべることが続くだろうから。 自分たちの作品はそこにずっとあるものだと思っていると述べている。その空白は人が想像力を発揮することができる空白であるとしている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。